どうも竹虎です。今日はたこ焼きを焼ける初心者でも焼きやすい焼き方講座をやっていきます。じゃあまずは火をつけます。このね、火がね、やっぱガスが大事なんですよ。たこ焼きってこんな感じの液体を焼くんで、もうね、火力がないと綺麗に焼けない、美味しく焼けない。火力が一番大事です。さあ、まずは最初に油を引いていきます。油はね、いろんな油試したんですけど、オリーブオイルがおすすめです。このオリーブオイルに変えるだけで全然変わります。安物のオリーブオイルで全然十分です。ね、スーパーででっかいボトルで売ってるような安いオリーブオイルでもいいので、加熱するんで風味はほとんど飛んじゃうので、高いオリーブオイル使う必要は全然なくて、でこの油を引いていくときに穴だけじゃなくてプレート全体を使って焼いていくので、油もプレート全体に引いてあげてください。こういう穴じゃない土手みたいなところにもね、全部で目安としては穴の底にちょっと油が残るぐらい、ほんの少し油が残るぐらいでいい感じです。さあさあ、ここで、温まってきたので弱火にします。普通は生地を入れて具を入れて焼いていくので、もう強火のままでいいんですけれども、竹虎流はちょっと変わった焼き方をします。生地を最初に入れるんじゃなくて、竹虎流はこのね、天かすから入れていきます。って言われそうなんですけど、いや実際言われるんですけど、この天かす、これを最初に、入れるんですけれども、まあ穴の大体3分の1ぐらい結構入れるんです。でこれを何で入れるかっていうとですね、この天かすを外側に生地で固めることによって、シャクッとしたちょっとクリスピーっぽい食感を一箇所だけ作るっていう。でこれなんでやり始めたかっていうと、まあ自分関西の出身なんですけど、関東に来た時になかなか関西の柔らかいたこ焼きに慣れてない人がいて、時々食感が柔らかいのが馴染みがないっていう人がいたんで、じゃあそういうちょっとしっかりめの食感を一箇所作ってあげて、そういう柔らかいたこ焼きにも慣れてない人も食べやすい食感を作っていきます。でこの生地を山芋のすりおろしとかがあるんで、やっぱりちょっとしっかり混ぜてあげてください。でこれを穴の中にちょっとだけ入れてあげます。なんでちょっとだけかっていうと、天かすを外側に固めるためです。なので天かすの形が残るぐらい、見えるぐらいの少ない量を入れていきます。たこ焼きって焼いてる最中でも楽しい、出来上がってもいいんだけども焼いてる途中でもね、とにかくくるくる以外のこの香りも含めて楽しめる。さあさあさあ、生地を入れていったところで、具を入れていきます。まずはタコ。タコはできればメスダコを選んでください。なんでかっていうと、メスダコの方が美味しいです。スーパーでね、オスメス書いてないんで、見分け方としては、でっかい吸盤が一個ボコって混じってると、それはオスダコです。メスダコは、これね、もうスーパーだと足一本ずつ切られてるから、なかなか見分けるのが大変なんだけれども、隙間が多く、ちっちゃい吸盤が綺麗に並んでる方が、メスダコである確率が高い。で、次は紅生姜。紅生姜は、お好みなんで、いっぱい入れてもいいけれども、まあ、おすすめは2、3粒ぐらいかなっていうのは、味がやっぱり強いんですよ。紅生姜が好きな人はいいんだけど、一緒に家族とか友達でタコパとかやったりするときに、紅生姜そこまで好きじゃないって人もいる時があるんで、好きな人は、後から上に乗っけてトッピングで食べるとか、あとはね、もう、この一列俺のたこ焼きっていうことで、ここだけ紅生姜いっぱいってやってもいいと思います。で、ネギは、竹虎の好みとしては、この薬味のような
青いネギ、万能ネギをおすすめします。やっぱりね、いわゆる白ネギだと、ちょっとえぐみが強いんですよね。なので、これも、パラパラでいいです。こんな感じで、よくみんな勘違いするんですけれども、この、見てもらうとわかるんですけど、結構具はそんなに入れてません。穴があるからってみんなどん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 入れるんですけど、そうするとやっぱりちょっと重たくなるんで。で、ここに、追い天かすをいきます。天かすをさらにいきます。こんなに天かす入れたら油でギトギトになると思うと思うんですが、そうならないのが、このキャノラ油の天かすです。これがね、本当によくできてて、味はついてないプレーンの天かす使ってます。っていうのは、生地そのものに味しっかりつけてるんで、天かすの方には味つけてないですが、ね、イカ天とか好きな人は使ってもらって全然 OK なので、もうたこ焼きはね、料理はもう本当、味は全部みんな自分の好みなんで、自分で作れば作るほど自分の好みの味に仕上げられるのが、こういうね、自分で作る楽しみ。さあ、ここで具を入れ終わったんで、生地を入れていきます。そこから混ぜて、で、この生地を入れていくときに、穴と穴の土手みたいなところに注いであげると、中の具が飛び出さないので、優しく生地が入ってくる。で、こっちのプレートにも入れていきます。わあ、めっちゃいい音。そしてめっちゃいい匂い。わあ。だしの香りがいい。で、たこ焼きはプレート全体を使って焼いていくので、穴の外に溢れるぐらいまで入れていきます。最初に言ったように、たこ焼き、竹トラみたいなね、天かすから焼くんじゃなければ、もう生地は最初からいっぱい入れちゃってもいいし、こうやって2回に分けてもいいんで、そこら辺はもう自分の好きなようにやってください。この、じゃあどこまでしっかり入れればいいのかっていう目安なんですけど、このたこ焼き器の場合は、この上の、プレートの縁の上の方から2ミリから3ミリ下ぐらいのところ。縁がちょっと残るぐらいのところの高さまで入れるぐらいがちょうどいい。やっぱりね、さすがに入れすぎると重たくなるんで、程よいバランス。生地が少なすぎると、パックマンみたいな、パカッと開いたような、なっちゃうんで、程よく入れてください。さあ、ここから、さっきね、具をいっぱい入れたり説明してたんで、弱火にしてたんだけど、最後まで火力最大で焼いていきます。電気だと結構やっぱり時間かかるじゃないですか。ガスは焼けるのも早いので、もうパクッと食べて、はい次まだ、オッケー、焼く、はいっていうね、たこ焼きパーティーの回転率も上がるのでおすすめです。あと、たこ焼きってこの後回していくんですけど、外が焼けてないと回らないんですよ。乱暴な言い方すると、外さえ焼けてれば回るので、とにかく外を焼く。で、そこを焼くのに、外側を焼くのに時間がかかっちゃうと、中の水分が飛んで、ちょっとボテッとした感じになっちゃうので、外が早く焼けて、中が蒸し焼きになるぐらいトロトロだと、ちょうど食べた時に出汁も広がって、ジュワッとしたたこ焼きに仕上がります。このたこ焼きのプレートがね、フッ素加工してるんで、いわゆる千枚同士のような金属のを使うと、傷がついてダメになっちゃうので、この竹の割り箸を使って、ナイフで先っちょを削った、こういうね、自家製のピックを使ってます。で、これも、一日終わったら使い捨てにしちゃえば、衛生的にも楽なんで。で、竹串だと力が曲がりすぎて逃げちゃうんですよ。で、いわゆる樹脂のピックだと、ちょっとね、竹トラ的には、ぬるぬる滑っちゃって、先が引っかかってくんないんですよね。なので、先が引っかかってくれて、長さがあって、硬さがある。というので、おすすめです。で、これをひっくり返せるタイミング。みんなだいたい端っこから触るんだけど、触るのは端っこじゃなくて真ん中から触ってください。まあ真ん中というか、火力の強いところから触ってください。火力の強いところを触って、引っかかり始めたらもう回して OK です。で、穴と穴がくっついてると回らないので、まあ一気に縦横切ってもいいんですけど、とにかく穴の周りのくっついてる生地を一
回剥がして真ん中に集めてあげて、縁に沿って回しながら1回目は押し込みます。真ん中に集めて縁に沿って回しながら真ん中最後押し込みます。そうすると半回転してくれます。ここで1回転しちゃうと、1回転というか180度回ると柔らかい面が下になって潰れちゃうので、まずは90度、ちょっと回して焼く、ちょっと回して焼く、3回かけて綺麗な丸にするようなイメージで焼いていくといい感じのたこ焼きに焼けます。このはみ出てるのは次回すときに巻き込んでいけばいいんで、1回で綺麗にする必要はないですね。ほらいい感じでもう外焼けてるでしょ。中柔らかいのに外焼けてるでしょ。これが理想。竹虎の生地は、まあ、関西の中でもちょっと生地は固めです。若干もっとね柔らかい生地の人もいるし、固めが好きっていう人もいるんだけど、そこら辺は水で自分で好きなようにさじ加減してってください。はいはい、どんどん回していくよ。タコはね、刺身で食べる時もメスダコを選んでくれると美味しいんでおすすめです。メスダコの方が甘みとコクがあって本当ね、ごちそうです。オスがまずいってわけじゃないんだけど、オスは結構あっさりした味で食べ飽きない味ではあるんだけど、やっぱりね、具として食べるときにはね、メスダコの方が圧倒的におすすめです。で、この2回目焼けてるところと焼けてないところの境目を狙って一度串を刺してあげる。で、焼けてる側を上に持ち上げてあげると焼けてない側が自然に下になってくれるので、一瞬持ち上げる。周りを真ん中に集めて焼けてる側を上に一瞬持ち上げる。慣れてくるともうね、持ち上げたのが分かんないぐらい低い位置で OK。 ほらほらほら、いい感じに焼けてきてる。ちょっと焦げるぐらいがね、焦げる直前ぐらいがね、一番美味しい。今ね、ピック1本でやってるけど、もちろん慣れてくれば2本でやった方がくるくる回せるんで、でもそこはね、無理して2本にしなくても、まずは1本で綺麗に回せるようになってくれば OK なので、はい。音と香りと色がいい感じで、もうはみ出た部分もほとんど中に入って綺麗になってきたし、だから一気に綺麗にする必要はない。お子さんとかにね、焼き方講座やるとね、大人よりもね、子供がもうめちゃくちゃ楽しそうにくるくる回す、僕が回すって感じでね、めっちゃ気合い入れて焼いてくれるの。ただ子供ってちょっと注意してあげてほしいのが、どうしてもね、背の高さの問題があって、鉄板が身長に近かったりすると、顔がどうしても鉄板に近くなる時があるので、油が跳ねたりするから、できるだけそのお子さんと一緒にやるときは油跳ねとかこの鉄板のね、間違って手触っちゃわないように、ほんとそこで気をつけてあげてください。ちなみに子供が焼けるようになると、土曜日のお昼たこ焼きやでって言って親はグッと生地と全部用意しとくと、子供が全部焼いてくれるんで、親はめっちゃ楽ちんです。焼きたて食べさせてもらいます。というわけで、お子さんをたこ焼き焼けるように育ててあげてください。いや、ほんとそうするとね、家族がね、一緒に同じことをねできるようになるから、めちゃくちゃ楽しいですよ。さあさあさあ、いい感じに焼けてきた。たこパンもそうだけど、みんなでくるくる焼くのって楽しいよね。パーティーの中、一人でもね上手にうまく焼ける人がいると、もうその人人気者ですからね。でもやっぱり一人で焼いてると、それはつまんないっていうかね、
みんな待ってるだけになっちゃうんで、みんなが焼けるようになると一緒に焼いて、これ私が焼いたやつ、僕が焼いたやつっていうので、自分の焼いたものを美味しく食べれる。これ一番幸せで、ここからね、やっぱりガスといえども火力の強いところと弱いところがあるんで、そこを入れ替えてお引っ越し、席替えをしていきます。もうこれ真ん中いい感じに焼けてきてるじゃないですかね。でこれを一回ちょっとどけて、はい、席替え、お引っ越し、はい、もうね、これ柔らかいの持ってくときは勢いよく、ここら辺かな、はい、あ、転がれ転がれ、はい、OK。でガスの時の注意点、ガスは火力がある分、もう焼けてきたと思って安心して回すのをやめると焦げます。めっちゃ焦げます。なので、終盤は安心せずにずっとこれくるくる回しててください。もう安心すると失敗します。ほらほらほら、もうだいぶ色しっかり焼き目ついてるでしょ。これぐらいついてくるんで、ほら今さっき入れた柔らかかった部分もここわかります？もうどんどん焼き目がしっかりついてきたでしょ。それぐらいやっぱり軽くなるんで焦げます。はい、もうここで止めます。あとはもう余熱で入っていく部分もあるんで、もうここで焦げないように止めます。じゃあこれから盛り付けに入ります。盛り付けるときはお皿はできるだけ、大きいお皿は一気に乗せるときは、まあなぜちっちゃすぎないお皿の方がいいです。っていうのはたこ焼きって上に重ねるとすぐ潰れるんですよ。なので上に重ねずに一個ずつちゃんと横に並ぶように、お皿の大きさ、食べる量に合わせて用意してください。はい、じゃあこれを仕上げに入りたいと思います。ここの仕上げで大事なのがこの人、イカリソースのザ・大阪たこ焼きソース。これね、ほんとね、よくできてるんですよ。でさらにめっちゃよくできてるのが、見てこの蜜穴、見てこれがあるから、ハケをいちいち使わなくてもそのまま塗れます。いきますよ、ほら綺麗に広がってくれるんですよ。このソースをかける量はもうお好みです。たっぷりかけてもいいし、竹虎の場合は生地の味がしっかりしてるんで軽くかけてちょうどいいぐらいになってます。さあここで、はい、マヨネーズ。マヨネーズは、味が濃いんで、マヨネーズの味ってやっぱり強いんで、私はこういうディスペンサーに入れ替えて一度、この細いノズルで出せるようにしてから使ってます。これをすることによって、マヨネーズを細く薄くかけることで、ソースの味とマヨネーズの味のバランスを作れるようにしてます。というわけで、音声さん、いいですか？マヨビーム、いきますよ。はい、いきます！マヨビーム！このね、語尾を、うーってあげるとね、昭和っぽい、必殺技っぽい感じになります。で、かつお節。かつお節は、まあ、粉のものでも、いわゆる花がつおでも、これもお好みです。自分の好きなかつお節を使ってください。踊るよ、踊るよ。かつお節が踊るよ。さあ、かつお節が入ったところで、今度は、青のり。青のりは、青さよりも青のりがおすすめです。もうね、香りが全然やっぱり違うんですよ。青さより青のりの方がちょっと高いんですけど、香りがいいんで、で青のりもたっぷりかけてもいいし、これは本当にお好みで。私は軽くいきます。さあ、たこ焼き、完成でーす！